あの候補者の闇。令和の米騒動の真の理由。あの時と一緒だ。この総裁選。 やっぱり何かがおかしい。岸田文雄首相が次期総総裁裁選選にに出馬ししししないいいとと表明たたことにより突如浮上した激しい総裁選争い日本は議員内閣制なんで、事実上国会の過半数を有している自民党のトップイコール総理大臣なわけで、政治家の最終到達点とも言われている総理大臣、今自民党議員の目の前にその人参がぶら下がっているという状況なんですけど、早く も10人近くが立候補を表明しているんですが、その中の一人、小林隆之議員、通称タカホークと呼ばれる彼が、突如としてマスメディアの長寿と祭り上げられています。彼は御年49歳で比較的若手の部類に入るんですけど、自民党が生まれ変われることを証明したいと高らかに宣言し、メディアがこぞっ で彼を取り上げているんですまあ華麗な経歴もさることだからルックスも爽やかでメディア受けしやすいとしかしマスメディアが彼を推すのには別の理由があるんですそして彼を見ているとつい数ヶ月前に行われた東京都知事選で一気にスターになり上がったなんとか丸さんのことを思い出してしまうのは私だけなんでしょうかなぜここまででささんがメディアで激押しされているのか それは。 実は、ある団体との関係があるからなんじゃないかって言われてるんですよ。実は、タカホークさんは、以前に、与党がよく関係取り立たされる、宗教団体、T の関係する、ある団体の会合に出席して、こんなことを言ってるんですよ。T の方々は、いわゆる学会の人たちより、優秀だと思います。っていう、リップサービスとも取れる言葉を言ってるわけです。まあ、これ、与党がどれだけ T と近しいかってことを押し量る何、 よりも証拠なわけなんですけどタカホークさんはこの発言を記憶にないないますまあ、これちなみに、まあ、T もさることだから学会のこともめちゃくちゃディスっちゃってるんですけど、まあ、これもうむしろ逆学会員なのではと思ってしまうぐらいこの発言なんだっていう話なんですが T ってマスメディアが長年タブーとしていた領域だったんですよね。 安倍ちゃんの件が出てくるまでは、この名前をメディアで出してはならないと。でもね、本当はそれだけじゃないんですよね。メディアが実は T とも密接な関係にあったからっていう理由があるんです。要するに、メディアイコール T であると。そして、このメディアが激押ししているタカホークさん。これ何かあるんじゃないかって話なんですよ。まあ、この T の発言は確かに失言なのかもしれないと。 そして彼は昔高市さないさんが総裁選に出た時に推薦人として名を釣られた人物で自称保守を標榜している人物なんですよ。自民党は生まれ変わらなきゃいけないって言ってるぐらいなんで。でも私これ保守風だと思ってるんですよね。なぜならば彼はサインエネ議連の幹部で、そして彼を タカホークさんを推薦している推薦人、議員の顔を見ると、そこには、いわゆる某大陸と近しい人々の名前がずらずらずらって並んでるんですよね。これって、保守風を装ってると思いませんかそしてメディアが激押ししている。これなんか、明らかにムーブメントを作ろうとしてる動きが見え隠れするんですよね。まあ、この総裁選って、もちろん公職選挙法の 敵を受けませんので、実弾 OK なわけですよ。まあ、そうなってくると、めちゃめちゃドロドロとした戦いになってくるわけで、そしてそれ、背後にいる人たち、組織っていうのが、むちゃくちゃ暗躍するのがこの総裁選なんですよね。まあ、そうなってくると、これも、この人に決まりなんじゃないのかっていう声もあるんです。 でも私はこれ隠れ身のだと思ってるんですよ。本当にやばいのは、つい昨日立候補表明をしたばかりのビニール袋の化身。小泉。ビニ次郎です。ビニ次郎です。誰やねんこれ。ビニ次郎気に入ったこれ。小林さんもめちゃくちゃ若くて49歳なんですけど、新次郎さんはなお若い43歳。まあこれ無理だろって話なんですけど、まあこれもうすでに作られたシナリオであると私は思っています。 なぜならば、彼の父親は元首相で、郵政民営化を成し遂げた人物。そしてこの郵政民営化っていうのは、この国の巨額のマネーがあの国に流れるきっかけを作った出来事でもあるわけです。要するに、かの国に売ったと、そしてその息子の彼が総理になるということは、ついにそれが完成してしまうっていうことなんですよ。 話ちょっと変わりますけど、今米不足って言われて、皆さんも米が売ってないっていう状況に追い込まれてると思います。一応9月の新米の季節になったら、これは回復するんじゃないかって言われてますけど、結構厳しいという見通しも出てるぐらいなんですけど。皆さんお米事情大丈夫ですかこれね、米不足の原因として、 昨年の猛暑とインバウンド需要による米の消費が増えたからっていうことになってますが調べてみたらインバウンド需要で米が増えたのってたった0.5%しかないわけでこれで全く嘘なわけなんですねそしてこの猛暑っていうのもじゃあ去年が特別暑かったのかっていう話になってきますよここ数十年 米不足って私が小学生ぐらいの時以来一度もなかったはずなんです。じゃあなんで今米不足なのか。山都市の議員さんが暴露してましたけど、実は現在の米不足って過度な減反政策と JA が米を買い叩きまくって農家さんがそれは安いから市場に出さなくなったのが原因なんじゃないかって 密かに言われてるわけなんです。実は農家さんには米はあると。市場にないだけだって言うんですよ。じゃあこれ誰が原因やねんと。ね、出し渋ってる農家さんかと。違うでしょと。これ国がそういう風に仕向けているわけです。まあ今農家さんってまあ色々な補助金が出てますけど、その補助金って米以外のものを作るともらえる補助金なんですよ。例えば飼料用米とかそれ以外の作物。で、お米は どんだけ頑張って作っても安く買い叩かれるから。ね。それは農家さんも作りたくないですよ。めちゃめちゃ手間かかりますしね。そして減担政策でちょっとずつちょっとずつこれを減らしていってるわけですよ。まあ、米作るのってめちゃめちゃ多くの水がいるんですけど、これその地域地域で土地改良区っていう溶排水設備を 管理してる団体が存在するんですよ。まあ、農家さんってこれに属してるんですけど、実は政府はこの土地改良区から離脱するための補助金も出してるんですよ。要するに辞めちゃいなさいって言ってるんですよ。 でもその結果どうなったかっていうと今回の米不足が巻き起こされちゃったと。で、これ結果どうなるかっていうと今後日本は輸入米でこれを補うってことになるわけなんです。まあ、封建時代の日本の農業って地主と小作人っていう主従関係ある意味で隷属関係があったわけなんですよ。戦後 GHQ はこれを解放するために、まあ、農地解放を行ったんですよね。それとともに農業共同組合を作りな 採用って指導したんですよこれは農業現場の民主化を進めるっていう建前で作られた組織なんですけどそれが現実的には逆の動きをしていいうると言うんですよねそれは現在日本の農家がどんどん縮小していって自給率が下がりまくって国力もダウンしてライフラインの食料を輸入で賄うっていうめちゃめちゃ綱渡りをさせることになってしまってるこの組織は今言った通り。 戦後 G が作った組織なんですよ。もうその時から始まってて、この令和の米騒動はなるべくして、起こるべくして起こっていることなのです。食料自給率は国の力ですから。そしてこれをわざわざ削ぎに行ってんのはなんでと。これって数十年前に 郵政民営化で日本人の大事なお金がそっくりそのままかの国の借り場になっちゃったのと全く一緒で日本の食卓、今これが危機にさらされようとしてると。しかもそれなぜか国主導でやってるんですよ。 そして今総裁選が行われてるっていうのはこれ何も偶然ではありません。これおそらくあの新進気鋭の男が総理になると。そしてその結果、 父が成し遂げなかった、あることを成し遂げようとするでしょうと。未来を予測する、なんとかミナティカードに、ある一人の日本人が映ってるカードがあるんですよ。日本刀を前に、神妙な面持ちをするこの男、実は未来の総理、そしてそれ、今回立候補表明した若きあいつだって説があるんです。 日本刀は日本の心。日本の魂。これどう見てもいい顔じゃないんですよ。このカードが意味するものは日本消滅なのです。まあ私個人的にはね、高市三来さんとか押してますけど、まあおそらく今回は若返りという意味でも、高ホークか新次郎さんの決戦になるんじゃないかと。 まあそもそも小石川連合っていうので、河野太郎さんとかね、石破茂さんとかと、ある意味で組んでたはずなんですけど、今回3人とも出ちゃってて、しかももうすでに新次郎さんは40人近く推薦人を集めてるという説もあって、もうこれほぼ確定だと思ってます。まあよく出来レースなんて言ってますけど、総理大臣はグローバリストの代理人でしかないと。その目的を遂行できる人物だけが総理大臣になれるんです。そして、 今、候補者の中で、それが一番できるのは、まさかの、あの男、なのかもしれない。ということで、ハロー YouTube 下ネツさんのニュースの猫側にゃ、今日もね、どんぶかおるでしました今、ニュースって言ったら、お前。 旧ツイッター X の方がフォロワー3万に到達いたしました。ありがとうございました。まあ、あの約束通りですね。一応今週か来週に X 上でラジオ配信。オミソンのオールナイトニッポンこれやりますんで、もしまだフォローしてない方は、フォローしてお待ちください。違う違う違う。違わないけどお前。3番は や、やるで、絵の中で話題にやるけどね。私が除草剤まいたら必ず雨が降るんですよ。ぐぬぬ、絶対許さない。いなんちゅう顔してね、これいけるいけるうめいいめいということで。許してやれよ、それぐらいお前つって、ビデオちゃんも言ってますからね。<な>ビデオちゃんって読むのやめてもらっていいですかってことビデオちゃんと、D メンちゃんと、ベーコンさんです。いや、その思想の強いベーコンの発音いいね。 「ガリル